京不動産良かったらしいってね、話聞いてたわけ。いや、悩み相談の話をした、ね。まあ、俺の場合、なんていうかな、何か行動すると新しいことがいっぱい思いついてくるみたいな。毎回やねんけどな、もっとこうやったらみんな喜ぶのになみたいなことがいろいろアイデアいっぱい出てきたんでね、うん、例えば不動産なんかやったらな、そのまあ俺の持ってるあのしっかり利回り出て安定する物件を譲っていってあげるとかな、そういうのもやっていけたらいいかなと思ってるよな。だからやっぱりね、全く知らんとこ飛び込むっていうか、不動産なんかでもそうやねんけど、賃貸業な、今から大家さんやってって言っていろいろ勉強したりすんねんけど、やっぱり分からんこととかで、やっぱりなんていうかな、業者さんみたいな人たちとこううまくやっていけんのとかみたいなあるやんか。まあありますね、いきなりは厳しいですからね。そうそう、こういうね、その YouTube なんか通してな、やっぱりなんていうかな、そのまあ来年からやる帝王学みたいなやつのな、有料、はいはい、チャンネルみたいなもんもひっくるめて、そういう不動産の大家業なんかも俺が助けていってあげようかなみたいな、物件こっちからあの譲ってあげて、譲ってあげて全部やってあげますよ、譲ってあげてって、あ、そうなるとみんな楽よな、もう、うん、まあ本当って一番はその変な人に引っかかることで儲けなくなるのが一番怖いですもんね、やっぱりね。あのね、分かりやすく言うとね、要はセミナーみたいなやつとかコンサルみたいなやつとかやってる人って結構あちゃこちゃでおんねんけど、うん、はい、どっちかって言ったらその人がそういうことやってない？いや、その人はその人で儲かってないでしょ、全然。だから儲かそう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 、だから儲かってないからセミナーやるんじゃないですか。そう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 、そこをみんな分かってないんですよ。だから結局そうそう、うん、セミナーやる人は正直儲かってないからやるので、いや、だからセミナーコンサルで儲けるみたいな話になってるんで、根本的にずれてるからね、うん、そう。だから俺の場合逆に言うとそんなことやる必要ないっていうことなんで、でもそんなことやる必要ない人からアドバイス受けたり、その管理してもらおうがいいよね、うん、みたいな。いや 100% いいでしょうね。だってその方が、うん、実務経験、実務上の話ができるので全然レベルが違うでしょうね、はい、実務やってる上に俺これ3年、はい、2、3年やからな、ここまで一気に膨らみました。だから逆にそれはそれでなんか欲求成長でグッ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 って伸びてるから、もうありえん、すごくいいでしょうね、世の中ではありえんぐらいのボリュームやからな。だからじゃあそれをやって、普通俺みたいなことをやると、じゃあ俺が今度セミナーします、コンサルしますって、ね、利益出しに行くわけやけど、でも成功、そっちで成功してる人はそんなことやる必要ないっていう話なんですよ。やったらみんなもっと助けてあげたいよねみたいな、安心してやれるようにサポートしますよみたいなことはちょっとやっていってあげようかなとか思ったりしてるんで、来年、うん、愛ちゃんよろしくお願いします。お願いします、こちらこそお願いします、はい、いろいろと変えられる。ちょっと世界のニュースいきます。はい、いやー激しくなってきましたね。だからそのね、あの一ついいですか、突っ込んでも、その世界のニュースって言ってたと大変なことになってきます。マッチの世界の中の街の頭の中からね、街の頭の中ってすごいことになってきましたねなんて、あの具体的なそのことを教えていただいてもよろしいかしら。みんな毎回思ってるよね、マッチョ。毎回と同じなんですもん、そこだけはさ。いや、あのな、いや前から俺言ってるように、はい、この今ね、この覇権争いっていうか、はい、もうその覇権争いをやってた、覇権を持ってた者、人たち、覇権を持ってた組織がガラガラっと崩れていく前の最後の大あがきみたいなやつなんですよね。でね、でその覇権は何ですかって言ったら、これ俺この動画では何十回も言ってる、ドルと原油なんですよ。ドルと原油なんだ、うん、ドルと原油が元になってるんですよ、全部がね、今はね、うん、これ入れ、新しい時代変わったらちょっと変わるけどな、今のところ最後の局面ですんでね、はい、あの前から言ってるように、やっぱり原油の動きになってくるんですよ。原油の動きね、ドルとリンクしたな、ね、でね、はいはい、今、まあ、イスラエルハマスもうんだらうんだらとか、その前のウクライナがうんだらうんだらみたいなのもあんねんけど、今これ最後の局面になってきてるのはな、はいはい、前から言ってるその原油に絡んだ話になってくるんで、ホルムズ海峡、いわゆるレッドシーですわ、航海って話、俺釣りでよくはこう言っとってんけど、はいはいはい、釣りの話はそうでしょ。でね、うん、でね、あそこをそのなんていうかな、あそこでちょっと、まあ、軍産、アメリカの軍産複合体みたいなところは人儲けっていうのと、はい、それと、うん、人儲けっていうのと、あそこが最後の戦いの場所っていうか、墓場というかな、アメリカの。墓場ね、なるほどね、うん、でね、
今アメリカ の空母を含めて艦隊あそこに集まってるんですよ、はいはい、今回レッドシーホルムズ海峡ですわな、はいはい、航海のその入りと航海のレッドシーの、はい、そのなんていうかな入り口というか、なるほど、入り口、まあね、でね、まあ大体世界の商船ですわな、要は、はい、飽きないの船ですよ、商船12、3% から 15% ぐらいの船があそこ全部通るんですよ、世界のね、はいはい、でタンカーに至ってはそうやな3割から4割 30% ぐらいタンカーがあそこ通過するんですよ、うん、うん、だから要は大動脈ですわ、その商売としてはな、物流のな、で、はいはい、イスラエルの件でその、うん、何やったっけ、そのあれ反映何やったっけ、一応そのアメリカの艦隊が出張ってんねんけど、お前んとこも出てこい、お前んとこも出てこいって言ってんのがイギリス、うん、まあイギリス、まあそうやな、イギリス、あとイタリア、イタリアでフランス、フランスでスペインか、スペイン、うん、ね、が、お前んとこも出てこい、いや私たちもやっぱり、ね、自分のとこの商船が通るんで、タンカーが通るんで守らないといけないから協力します、出ていきますってやっとったんですよ、うん、この間まで。ちょっとこの間ですよ、はいはい、いきなりいや私たちやめますって言って、フランスもイタリアもスペインも逃げていったわけよ、もう逃げていった、帰っていったわけよな、入っちゃった、でこれね、はい、何なんかっていうとな、はい、アメリカへの不信感なんですよ、結局ウクライナと同じで、うん、ウクライナと同じ構造なんですよ、もうアメリカの軍事力も信用できへんし、うん、でそもそもアメリカの政治も信用せんとね、要は俺らヨーロッパはアメリカに利用されてるだけ違うんよこれっていう話なんですよ、うん、でついでに引き上げたのがオランダも帰っていったし、ノルウェーもデンマークもやめますと、うん、でオーストラリアもやっぱりやめます、私たちもカナダもやめますって言って今あそこに残ってる空母はアメリカだけなんですよ、艦隊は。あ、ね、でこれね、ちょっと、ま、これはあの、まこれはまっちゃんの予言で聞いてほしいんやけどな、分からんで、ね、当たるか当たらんかは、うん、俺の予測ですよ、予想ね、予測ね、うん、あそこの空母な、うん、俺自作自演でアメリカ沈めると思うんですよ、自分で、うん、なるほどね、あの来年ですよ、空母ね、はい、この 春ぐらいまでになんでな、うん、アメリカのその軍産複合体、これアメリカのアメリカ海軍とかそういう話じゃないんですよ、軍産交代ですよ、金儲け、戦争やらしたい連中ですよ、うん、がね、うん、過去にやってきた歴史を見ると全部そうなんですよ、うん、日本の真珠湾あったでしょ、うん、でフィリピンがあったでしょ、うん、であとベトナムあったでしょ、ベトナム戦争、うんうん、でベトナムは、なんとか湾 なんか忘れた、あそこ自作自演やったわな、あれも、うん、であと湾岸戦争、はい、イラクな、なるほど、ね、うん、であとテロっぽいやつは911、あれでビンラディンがうんじゃらうんじゃら、ね、全部蓋開けた自作自演なんですよこれ、うんうん、自分からしか自分のところのもん沈めて自分あいつがやったってやるわけですよ、確かにね、自分のところで今回なこれイラン、まあ今実際問題ドローン飛ばしてハマスなんかは商船狙ってうんじゃらかんじゃらやってるけど、うん、やっぱり対戦持っていこうと思ったらイランを引っ張り出したいわけですよ、うん、どうやったってな、だからこの空母沈めて自分が自分の空母自分で沈めてイランがやったっていうことはありえるんですよ、なるほど、うん、世界大戦だとかな、はいはいはい、要は武器で金儲けしたい連中ですよ、うんうん、このちょっと俺これあるんかなとかって思ったりして見てんのよな今、うん、でアメリカ空母が沈められるってことはアメリカの墓場やからな、これ本当の、はい、ほんまもんの敗戦やからな、はい、うん、ウクライナで負けな、で、ま、このイスラエルでも負けでここでまたやられるとでまた次は今度朝鮮半島だって言うやろけど、もう何もできんよ、何もないから武力が、うん、なるほどね、武器もなけりゃの全部沈められてでね、はい、ね、ただねちょっと不思議なんかな、はい、今回レッドシーがあれだけちょっと緊張感出てんねんけどな、原油が動かんのですよ、安いとこ張り付いてんのよな、そんな上がらん金上がらんのですよ、原油と、あとね、ああいうその
今もうまさにドンパチ前夜、まあちょっと始まってるのは始まってるんですけどね、ほんまものドンパチが始まる前夜って言ったら、やっぱり原油とかな、金とか銀とか、ああいうものがもっと乱高下するんですよ、跳ね上がったりな、それがちょっと最近おとなしいんで、ひょっとしたら市場は織り込んでないのか、まだ、もしくは12月のこのやっぱりホリデーシーズンっていうかな、もうお休みになってるんで、欧州やアメリカが、だからもうどっかバカンス出ていませんみたいな感じになってるのがちょっとよく分からんねんけど、今のところその先物市場もそのなんていうかな、現物市場も安定してるというか、安定してる、乱高下しない、で本当にドンパチ始まったら大きく動くと思うけど、ただ原油が本場やったら原油ってもっと先取りして、こういう本当戦争前夜みたいになってくると一気に跳ね上がってくんねんけど、なるほど、あんまり動かんっていうところを見てると、やっぱりその景気後退、リセッション、世界的な景気後退織り込んでるから、この原油も動かんのかなっていうのはあったりもすると思うんですよな。まあただいずれにしろ今のはまっちゃん予想、予測なんで、なんか俺あそこでちょっとやりそうな気すんねんな。ああ なんかありそうな感じが、ね、空母2隻ぐらい沈めたらアメリカジエンドやからな、もうこれでほんまもんのっていうことはな、分かりやすいと、武力、軍的力ですよな、武力でアメリカが負けると、はい、で当然ここでドルも負けるわけですよだから俺がこの動画で何でか言ってるように、ここからはもう間違い、これはもう 200% 間違いなくドル安ですよ。ドルが売り浴びせられるっていう形になっていきますよ、ドルがどんどんね、なるほどね、まさにアメリカ帝国崩壊ねみたいな、だから最後に残ったんはだからイギリス、アメリカ、イスラエル、まあイスラエルはもうこれで終わりやな、もうシオニストやられるんで、まあだから残ったんイギリス、アメリカ、日本と、残念ながらな、残念ですね、だからこの崩壊の一件でまた金持ってこいってやられると思うわ、日本お前とももっと金出せと、自衛隊送れと、はい行きますやりますって言ったら、またロシア敵に回すと、中東諸国を敵に回す、また中東の国々分かってるんでね、やらされてるっていうのは、ただまあ形的にはまあ出花なしゃあないような形になっていくんじゃないかなと、まあそんな感じですよ、はい。これ最後の戦いよ、だからすごい本物、本当これがあれですよね、その終わったらもうドルが本当に下がっていく一方だな、話聞いて、国力すごい落ちてるでしょ今、だからアメリカの力がそんな存在感じなくなりましたからね、そうだから喧嘩弱い、経済弱い、信用力ゼロみたいな、嘘つきってバレたみたいな、はい要はあれですよ、ジャイアンが本当は喧嘩も弱かったのねみたいな、スネオは本当は貧乏だったのねみたいなやつとか、まあ嘘つきだったのねって、口しか言えないっていう、だスネオってどっち、スネオはどちらかというとイギリスみたいな感じだから、まあいわゆるその裏でやつで、後ろで後ろで悪知恵を働く子さんみたいな、あんまりそうそう、後ろで悪知恵使って、ジャイアンにドーナツあげて、餌あげて動かすみたいな。たまに動けって言って。ジャイアンはアメリカ。で、のび太くんは日本。はい。こんな感じ。はい。ほんで、それをよく分かってて見守ってくれてるのが静香ちゃんで、これロシアみたいな。全体を見守って、まっちゃんうまいこと言うねんって、みんなが、ああでも確かにロシアは全体をよく見守ってるよね、あのお母さん、お母さんみたいな、いい、良くも悪くも見守ってるよね、はい、まあそんな感じですよ、はい、はい、もうアメリカ崩壊みたいな、崩壊ということで、はい、もう来年は間違いないですよこれ、でトランプが出てくると、トランプがぐちゃぐちゃのところの間ぐちゃぐちゃの、やってっていう形で、はい、ではワクワクな次の話で、はい、まあそれはこれここで終わりと、で、あとなんだっけ、昨日ちょっとマリーナ行ってきてエンジン修理終わったんで、あ終わったの、完了したんで、あの高い金額の修理が終わったの、もう
まっちゃんさ、その金額を払うんだったら、なんか家なんか投資した方がよっぽど良かったぐらいの金額でしょ、あれ。まあ、そりゃ言えないけど、で、まあちょっとチェックし、いいチェックしに行ったんとか、まあ、好きだね。選定が今、富士壺いっぱいついてるんで、うん、まあ春先、5月、7月、5月ぐらいに1回あげて掃除してさ、レッツゴーね、みたいな感じやねんけど、うん、面白かったんかな。何至る所にな、あ俺のとこはマリーナ、ホッコマリーナってな、あの例の大阪万博の近所です、はいはいはい、横ですよ、はいはい、な、あの辺の梅田とか、あのマリーナでね、はい、一回行きましたよ、一回行きましたよ、でな、はいでな、ポスターをな、はい、あっちゃこちゃポスター貼ってんのよ、あ何があったんですか、さあ来るぞ万博っていうやつな、いっぱい、サークルとバンカブって貼られたってさ、多分見た人おると思うねんけどな、この 2,3 日前から貼り出したんやけどな、で、あのな、キャラクターがおんのよ、その万博の、万博のオリジナルキャラがいるの、まいちゃん見てくれる、映像出したら脈って言うんですよ、脈ちょっと今見ましょう、ググって出してみよう、みんなに見せてあげて、万博これ何みたいな、大阪万博、脈脈っていうんです。え、なにこのよくわかんないキャラクター。え、ちょっと待って。え、ちょっと待って。センスリー。みんなに見せてあげて。国、ちょっと似てるけど、国。ちょっと待って。何これみたいな。国、ちょっと大丈夫か。何この、何これ。え、いや、本当にこれ言ってます。それ。本当に言ってるんですか、これ。それほんマジ公式。え、どういうセンスよ。え、いやいやごめん、これ誰がこのキャラクターでいいって言ってるの？マジでこのセンスは僕ですが、は？名前がミャクミャクっていうねんな、これ。もうこれ国の裏側のさ、なんかがさ、企んでるしか。びっくらこいたよ、もう。で、こんな普通、あれっしょ。来るぞ、やばいよ。クルーズ万博、万博まで500これが大阪万博のキャラクターなの500何日って書いてたわ、あーもうこいつこれこいつこんなデザイン子供でも描けるわ、こんなもんにな、うん、はっきり言ってな、こんなもんにな、うん、もうその四国のインフラとかな、そのまあまあ万博地下鉄ね、はい、で四国、はい、いろんなところのインフラ含めたらもうはっきり言って10兆とか言ってるわけですよ、もう、はい、これ全部税金ですわ、はいはいはい、なこれ大阪市民大阪府民とだけじゃなくてこれ日本国民のツケですよ、これこれさ、だってさ、うん、で税金でこのキャラクターのデザインって俺から見るとなんか誰がこれをデザインしたのって俺気になりますわな、誰なのこれデザイナー、あ一応ね公式デザイナー、ですね、グループ名、マウンテンマウンテン。で、作者が山下洸平さん。年末、1971、落ち着くねえかよ。若い子にやらせろよ。卒業デザイナー、絵本作家。はぁ、まあ、まあ、言っちゃ悪いけど、こういうのも中抜け、中抜け平蔵さんが出てきて抜いてると思うよ、多分、間。だってさ、だけなんか変そう。公式募集からキャラクターデザインまで決定しました。もうこれ長いことやらんとこバカらしいから。ああもうああ。だからな。このキャラクターが最優先になったとセンスは俺わかんない。だからな、本当にわかんない。いつも言ってるように役所とかあんなやつらがやるもんってこの程度の話なんですよ。もうこの程度って言われてもまあね。あのこの程度でね、可もなく不可もなくマイナスもなくやったらまだええよ。プラスもなくマイナスしかねえよ。これマイナスしかないやろ。マイナスしかないわ。これはね、あの大阪万博がかわいそうよ、大阪市民。バカにしてんのかと思うよ。思う。いや、本当にバカにしてるよね。いや、こんなの、なんで投票で選んだの？まあ、確かにヤクザ絡んでるよな。裏の組織絶対絡んでるよ、こういうの。松井、お前みたいなな。うん。松井がね、なんかさ、裏の組織絶対なんか絡んでるよ。怖い。ほれ、維新の今代表なんやったっけ？あれ、馬場さんって言うやんか。うん、うん。あの人も今、猫馬場さんって言われてるからな。猫馬場とかな。いやー、いろいろと裏がありますね。なんか裏の猫ババやろ、猫ババ代表やろ、維新な。で、今の市長な、知事な、吉村さんか。
な、あの人なんて言うの、イソジン吉村とか言われてるから、イソジン吉村とかな、であと誰何やったっけ、松井、天がっぱ松井とか言われてるむちゃくちゃやわ、イシンがもう、いやもうやこれ、もうなんと言いますか、なんと言いますか、ノーコメントでいいですか、もうやばいっすね、うんうん、まあこれ本当な大阪万博、まあ IR はまあもうちょっと先やけどな、カジノな、これ大阪万博なんか中抜き平蔵が抜きまくってるからな、あのパソナが、あいつらほんまな全部、ま、中抜き平蔵の懐に入っていきますみたいな、いやマジやばいね、ひどいもんよこれ。だからな、東京オリンピックじゃないけど、これももうあの一切やつは暴露されてな、もうダメになるよ、もう今すでにこのキャラクター見た瞬間に思ってるよ、みんなもういい加減にせえよ、もう僕あ のびっくりしちゃって、まあ興味なかったんで調べるもなかった、調べてなかったんですけど、それでもひどいもんよこれは。今のキャラクターは大阪の人っていうか、よく怒らないで我慢してるの。いや結構おるよ、もう大阪から脱出するっていう人。やっぱいます、おるおるこんなバカらしい、なんか僕もなんか大阪民だったら申し訳ないんだけど逃げたくなっちゃいますね、これ。もう奈良に行きますみたいな、ね、あ、分かる分かる、もうね、そんなところに税金納めたくないよねこんなところにいたくありませんみたいな、いやいや、ほんと税金納めるのアホに見えてくるわ。そうそう、だから維新が一回ぶっ壊れてからですよ、うん、まだ東京いいよ、東京ってちゃんとやってんだなって俺思っちゃいました。まだね、似たようなもんよ、似たようなもんか、小池百合子も似たようなもんすよ、小池百合子も似たようなもん、切りまくってな、ちょこっちゃの あれも似たようなもんすよ、似たようなもんですか、そうですか、なあ、ねえたっけ、はい、ねえたっけ、今吊るし上げれてる裏金施工とかな、裏金施工ねもうロフのやつやらないもん、そうね、まあ、もうやめよう、気分悪い話はやめようはい、次の話行きましょうか、はい、はい、次です、まあね、世界のあれはニュース感じはね、ちょっと本当ドンパチ始まってるけど本当あそこレッドシーか、はい、あそこでそのやっぱりドンパ本当の対戦みたいなもドンパチ始まると、はい、原油みたいなやつとかタンカーみたいなやつもやっぱり全部南アフリカのケープタウンか、あそこぐるっと回ってこなあかんので、うん、どうやったってその流通コストは上がっていくからな、ね、それとタンカーも混み合ってくるしな、うんうん、でスエズ運河もあの調子 で中央アメリカ のパナマ運河か、あそこも水不足で通れんようになってるからな、うん、やっぱりこの原やっぱ物流を止めるみたいな、うん、それとうん、あとはやっぱあれか、ねえたっけあれ、うん、コロナか、あれの後のもう一回第2弾のねえたっけ、ワクチン第2弾、疫病第2弾行きますみたいなやつがちょっと出てくるんだな、うん、なんか謎の肺炎みたいな流行ってるやろ今中国で、うん、またいつもあっこが出てくる中国からな、これ歴史上ずっとよ、もう何千年も中国、うん、あの辺から出てくるよ毎回、はい、疫病はな、うん、まあ大したことないやんな、もほっとったよ、無視無視、みんな無視しましょうって、なるほど、はい、じゃあ行きましょう今日は、愛ちゃん、はい、どうぞ、じゃあ今日は次の第2弾ということで、ちょっと今日は愛ちゃん脈脈で衝撃受けすぎていや衝撃もいいやろね、大阪万博のね話だけ一番嫌だった、あのキャラクター見た時鼻水出たから、いや俺あのキャラクター見た瞬間にちょっと、あ、ショックか、ショック、うん、あれはさすがにねえなって、あれを最優秀にしたその選手のコメント、政府のコメントが欲しいよ、なんであれにしたんだって、っていうのは置いといて、はい、置いといて、はいはい、ちゃんどうぞ、はい、第2弾の次は、はい、どこまで話したっけ、先日まっちゃんがその釣りやり出してこれからやるって言ってビジネスをする前の根本的な話のところですよね。で今日はビジネスを早速やり始めたというところからいろいろと話をしていきたいと思うんですけど、まずそのこの間若い頃の20代の話は聞いたと思うんですよね。20代前半の頃の話を後半のあたりから、後半の話でしたっけ前回って、ですよね。で今回はまあそれを過ぎて30代ぐらいの話ですかね、いわゆるね、していきたいと思うんですけど、そうですね、何も考えてないやろ結局バレました
わかりました。はい、どうぞ。わかりました。あ、でも、結局、その30代に入っていってから、どうだったんですか、その、釣りをやっていって、その、雑誌で大スターになったわけじゃないですか。大スターになって自分で会社を立てようというふうに思ってましたけど、思って立てたと思うんですけど、もうそもそも立てる前とかに、なんか、立てた方がいいよっていうふうに言われたから立てたのか、それとも、そもそも自分で考えて、調べて、法人を立てたりとかしたんですか？奥さんですよ、やっぱ、今の。あ、そうなんだ。今の奥様が、自分でやらんかったら私離婚するって言われたから。変わった人ですね。逆、え？マジそれ、これは本音でなんですか？奥様が。そう。あー、じゃあ奥様がキーなんですね。うん、そう。あー、なるほど。いい奥様ですね。自分で会社作って自分でやらないと離婚しますよ、言われたから。でも、もともとでも、まっちゃん大変失礼なんですけど、これ3回目の結婚ですよね、確か。あれ？いや、それはあんまりここでは言わんといてよ、ちょっと。あー、わかりました。はい。まあ、そうやけど。ですよね。あー、わかりました。それは内緒っていう男同士の秘密でしたね。すいませんでした。いや、まあ、ええけど、もう言っちゃったのに。はい。まあ、でも実際そうですよね、やっぱりね。うん。で、まあ、そこ、はい、自分でやらないとダメですよって、やりなさいっていう。はい、わかりました。はい、じゃあ作りましょう、みたいな。はい。そんな感じで。え、その時のお金っていうのは借り入れだったんですか？いや、もうその時は、うん、そこそこ自己資金あったんじゃないかな、でも。どれぐらいあったんですか？そんなこと聞くか、普通。だって、普通に興味あるじゃないですか。そもそも、まっちゃんの通りの時に、普通の人はですよ。普通の人ですよ。は、なんか、例えば銀行とかに、その、事業計画書って作って、それを提出して、借り入れするか、まあ自分の持ってる、まあもちろん自己資金持っていく。で、もう一つは、まあカードローンつって、お金を、まあ、クレジットカードからもらって資金作って、作るってことが、ほとんど多いじゃないですか。で、皆さんやっぱりやっていく中で、うちもそうですけど、キャッシュアウトになりそうな時だって絶対あると思いますし、もともと自己資金で頑張って回る場合もあるとか、いろいろあると思うんですけど。ちょっと教えてあげるか、もう教えてあげるっていうか、言おうか、なんだら。はい。もう前回にも言ったように、はい、要はもうブランドっていうか、そういう自分の会社っていうのを作った時っていうのは、その釣りとして有名になってたわけですよね。ファンがおったわけですよ、ファン。ファンがね、ファンが、ね。わかる？おったわけね。で、この不安たちが、はい、あ、松谷が作るんだと、はいはいはい、いや俺のとこもディーラーさせろっていうわけですよ。あ、もう先に決まってたんですね。なるほど。決まってたじゃなくて、松谷がやると、もう噂広まるわけですよ。はい、うん、まあそれは、ね、で噂が広まって実際そのものですわな、釣り竿なりルアーなりが世の中に出ていく、うん、要は自分のとこの商品として世の中に出ていく、はい、要は考えて作ってテスト海行ってテストで長丁場行ってテストして完全に販売できるものに出来上がるまでがやっぱ3年ぐらいかかってるんですよ。うん、なるほど、ね。まあこの3年間っていうのは売り上げなしみたいな感じや普通な、うん、で俺は釣りひたすら行きまくってるとテストでな、はい、かな、はい、でじゃあその商品が出来上がった時にはディーラーさせろっていうところがいっぱい手上がってるわけですよ。オーストラリアとかな、ね、シンガポール、マレーシア、はい、あと、はいはい、中国で、はい、まあその時はイタリア、フランスとかな、うんうん、な、うん、分かる言ってる意味な、はい、分かりますよ。ディーラーは要は C でさせろってことですよ。このそうそう、この違 う, う, う、ね、この地域、この国は独占権ですよ。独占権はディーラーですわ、うんうん、だから、うん、まあ車のディーラー、車のディーラーと同じですよね、多分ね。俺んとこだけやらせろと、はい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 、言ってくるわけですよ。はいはいはい、ええかな、うん、でその時にマレーシアの お前ディーラーやらせろっていうところがな、はい、2年間分ええかな、はい、お前松谷の商品ができたら2年間分これだけは買うって約束すると、はい、分かる？2年間分な、まあ、2年間約束だから要はこれぐらい、2年間の間に金額で、まあ、金額で言おうか、金額で言うと2年間でだいたいマレーシアの場合どれぐらいだったかな、2年間で2000万ぐらいだったかな。なるほど、はいはいはい。必ず買うと、約束すると。うん、なるほどね。ええかな、うん、つきましては、先にこんだけのお金払いますって、払い込んできたわけよ。もう、払い込んできたんだ。先にな、先ええかな、
あなるほどね、これかと俺思ったんよ。で、ね、よその手上がってるディーラーさんにも先にこれだけ の契約してもらわな困りますと、つきましては先払いですって言って7カ国ぐらいのディーラーがそれぐらいの金額先振り込んできた。だ1億4000万とか。分かったこれで。あすごい商売やろこれと思うやろ。あ、まあ、でもやっぱりそこにはまっちゃんっていうキャラクターとまっちゃんという今これ見てる人名店だったと思うけどな。やっぱりそれさ昔で言うやっぱりねインフルエンサー化にさせてるのと同じじゃん今で言う。まっちゃんそれで逃げるよね普通みたいな。いやまあ逃げな逃げないは置いといて、やっぱりまっちゃん自身も昔の言う今で言うインフルエンサーじゃないですか。だからなまんままあそんなにちゃんとそのサプライっていうか商品はちょうどちゃんと供給してディーラーもきちっとお前のとこだけって守ってあげて、うん、そうやってやってたな、契約書ってね。そうそう、だから要はその最初ですよ、その要はものスタートの取っかかりですわな、商品作るのにね頑張らなあかん期間な。ここでその2000万もうちょっとあったかな、それが7カ国ぐらいディーラーがそれぐらいのお金振り込んできたわけですよ。それが開発に充てるお金ですわ。はあ、そりゃまあありがたいですよね、本当にね、うん、それはちょっと考えられへん。いや今であれば例えば AI でもそうですけど、インフルエンサーみたいな人たちがいればその人たちに先に開発費をもらって、まあ、最悪の金額をもって開発してるっていう理屈なので、うん、そのとそれはその通りなんですけど、当時だからそうそれだけのことをやってくれるという期待とな、ね、そいつらが期待と、うん、あとは信用力ですよ、うん、もう当然一緒に釣りてるんちゃうからな、もうそいつらも、ね、やっぱり信用も結んでるし、やっぱりそのそれだけ要は実力があるからそれを先に評価したってことだよね。マツタリが作るものは絶対売れると、うん、で要はディーラーやからディーラーっていうのは利益得るわけですから、うん、要は例えば10万円のもの売ったらあいつら6万円で仕入れるわけですよ、うん、で4万円抜くわけですわな、うん、でも普通やったら4万円ぐらいしか抜けないってなるんやけど、日本の定価っていうベースプライスがあるな、うんうんうん、でも松谷が作るんやったら20万でも売れるやろと、うん、それだけちゃんと流通ささんと流通も絞って価値上げてくれるやろっていうの分かってるわけですよ連中は、うんうん、だから先に払い込んでいく。まあみんな金持ちやからな大体。まあ、金持ちだしもういわゆるみんなあの頭の中で戦略持ってるから、逆にあの、まっちゃんに対しても要は突っ込めるし、いろいろできるからね。で、はい、でまあそういうやり方して、まあ、商品出ましたとやっていったわけですよ、うん、でまあ俺が世界中いい、ね、そのディーラーはディーラーでディーラーのお客を連れて釣り行くわけですわ、うん、ツアーみたいな。そこへ 俺が一緒に来るみたいな、はい、餌ですわ餌、あいつらからしたら松田に使っとけみたいな、松田に動くみたいなはい、はい、で一緒に行ったりそういうことやっとったわけよ。あでもそれ、うん、例えばフランスのディーラーがフランスのお客を呼んで一緒に釣り行きますとな、はい、うん、マダガスカル行きますとかセイシェル行きますとか言った時に俺も行くわけよ、はい、なで行ってこのフランスの取材っていうかな、はい、フィッシングマガジンの取材なんかも連れてくるわけですよ一緒に、はい、テレビ局とか、はい、うん、で一緒に釣るするわけよ。で松田の映像を映してまたフランスで放送するとな、また売れると。でそのしていくうちにロシアみたいなところも出てきたりとか、うん、ギリシャとかな、うん、でベトナムとかな、うん、でロシアなんかの場合もやっぱ同じで、もうその時には2年分じゃないけど1年分1年こんだけ買うっていう契約するわけですよ、はいはいはい、でその1年分先払ってねみたいな。やっぱり世界のインフルエンサーですね、やっぱり。だからバイオ例えばオーダーっていうのが来て、オーダーが来るたんびに、うん、お金を入金してもらった発想じゃないんですよ。1年分前払いになってるんですよ。前払いで、うん、でそれを最終的に繰り返しやって何年間ぐらいやってたんですか、その最後。どれぐらいやったかな、15年ぐらい。あ、15年もやってたの、逆に言っちゃうと。13年ぐらいじゃうかな。13年ぐらい、じゃあ自分は船に行って釣りをやって。うん、だから裏では買いやってるし、だからそのお依頼さんの方が、要はそのディーラーのお客さんも来ていて、そこで釣りを教えてあげて、みんなでワイワイしながら。教えてあげるというより生見て嬉しいみたいな。ああ、要はまっちゃんの釣りを見て、要は嬉しいって感覚なんだ、うん。そう。あ、じゃあまっちゃんがパフォーマーなんだ。そうそう。だから、
だからだん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 その発展途上っていうわけじゃないけど、そういうところがだんだんロシアとかな、ベトナムとかインドネシアとか、そんなところが増えていくわけ、だんだん金持ちになっていくわけな、そういうところも産業が発展してるから、はいはい、だから今度大統領みたいなやつとかな、インドネシアの、俺も連れてけみたいな、一緒に行ってあげたよ。すごいな大統領と一緒に。やっぱり昔の SNS のない時代のインフルエンサーのあり方っていうね、人が人を呼んでいって、なおかつ現地の取材やったっていう感じだから、今でいう100万とかに1000万ぐらいのフォロワーいるぐらいの、そういう勢いだったってことじゃないですか。いやだからその数じゃないってことですよ、そのニッチなマーケットやから、極めて狭い世界のイカれた人らばっかりやから。ああ要はその狭い空間なんだ。狭い空間、ね、だから電波が早いわけですよ。そもそもがそんなその大きなマーケットじゃないから、例えば無駄だからかってことか、逆に、ね、だから日本でその辺で磯釣りやってるとかな、なんかタイ釣りやってるとかって言ったらマーケットが大きいから電波しにくいわけですよ、だから世界中地球1個丸ごとでもマーケットがちっちゃいから、金持ちばっかりの世界や、早いんですよ。あ、そうか、なんかそっか、いや釣りイコール要はそのまっちゃんがやろうとしてるところは小さい村のところ、なおかつそこに金持ちも多いみたいな、金持ちだけの世界ですよ、だから分かりやすい言うたら。あー、そっちか、だけなんだ、だけなんだ、この上断言してだけだけ、あ、だけ、だけ一般庶民いませんみたいな。なんでなんですか、それはいけない、金かかる、だからあのな、はい、日本でじゃあ逆に言ったら1回って100万200万の旅行行く人って何人おるっていうことですよ、毎月。そんないないですね、いけないですね、世界で見ても一緒なんですよ、それ大体、はい、でな、200万300万払って釣り行くことはできるよ、それは誰だって旅行行くことはできるけど、時間ですよ、1ヶ月行くような人ってなかなか稀な世界ですよ、そんなもん。確かに1ヶ月、確かに何もしなくてもそうね、確かに、うん、それが年1とかじゃないですか、年に3回も4回も5回も行くような連中ばっかりやから、要は分かりやすいと暇で金持ちですわ。分かるやろ言ったらこれ。分かる分かる分かる、はいはいはい、世界中の暇と暇で金持ちよ。暇で金持ちや。そこで分かった？はい、分かりました。みんなはなるほどと思ったと。ああ、なるほどね。こういう世界、そういう世界の、なんだろうな、そういう世界によくでも行けましたよね。何が？いやだから行けましたよねっていうのは。俺がやってるから、俺の真似してるだけよ、世界中のやつらがみんな。そういう話ですよ、だから。そうなんだ。じゃあ、発端はまっちゃんだったってことなんだ。じゃないけど、マーケットとしては日本から始まって広がっていったけど、釣りたいでしょうが、やっぱりみんな、でっかいの。じゃあ、その道具が欲しいわけでしょうが。で、その釣り方もどうやったらええかっていうのは、松谷の真似しようってなるわけでしょうが。で、俺がやってるパフォーマーっていうかな、パフォーマンスっていうか、見せるっていうか、映像で見せたり、なんでそんなことするかやったら、その道具は道具によっての使い方の特性っていうのがあるんですよ、やっぱこう使いましょうみたいな。だそれをな、なんか漫画みたいな絵描いて、こう使いましょう、ああ描きましょうじゃなしに、動画で見せた話早いわけですよ、DVD でも何でもええんで、ああ、こうやって釣るのかみたいな。いや、いいやん、俺もこれ欲しい、これ買おうみたいな。その話ですよ、だから。分かりやすい言ったら、なんていうかな、あの人が使ってるスケボー買ったら俺もあんなんできるん違うやろかって思い込むみたいな、あれよ、あのツールやったら俺も儲かるんじゃないかっていう、そういう感情ですね。まあええわ。で、まあそんな感じですよ。だから、商売的な話としてはすごい安定してるんですよ。1年分前払いみたいな。俺は安定してますよね。すごくいいですね。それはするわ、そんなもん。ねえ、みんなそうなりたいと思うでしょうね。1年分の生産工程の予定表が立ってるわけやからな、もう。もうだって何もしなくったって、その資金があるわけだから。何もせんってことは、それ何にええもん、もちろんええもん作ってサプライして、納期も守るし、きちっとやるけど、ただな、その買ってくれる相手がすごいでしょという話。だからもうだから要は決まってるしね、もうね、もう決まってるしな。普通のな、製造業で日本の中でそんなことないよ、1年も先払いますみたいな。これは何なんかってブランド力がそんだけ強いってことですよ、何が何でも欲しいってことですよ、自分のとこが来れなかったらお客寄りつかんっていう話ですよ、そういうことなんですよ、で自分でそいつらも使いたいってことですで、あのディーラーって自分が先使うからな、あいつは客に売らない。あ
いつらな、どこの国のためだ、客に売らんと自分詐欺使うの。俺は俺のみたいな。ああ、そうなんだ。だからもあのディーラーさんもそうやねんけど、物売りっていう感じじゃないですよ。自分が好きでやってるから。ああ、みんなね、なるほどね、ああ、はいはいはい、俺が使いたいけど使ってから客に分けたってもええよみたいな。先に俺が第一優先で使いたい、そういうブランドっていうかの強さがあったら、うん、何ぼでも売れるんですよ、うん、こんな、うん、やっぱりブランド力なんですね。それはそうもね、やっぱり自分自身にブランド力を鍛えるしかないよね。毎回同じ話やけどなこれ。いや、毎回でもなんか今回の先にお金をもらってたってのは初めてだよ、ベッキーだ。うん、だから初めてだよ、俺、え、そうなのと思って毎回同じって言ってた。先に大量の金額を入金してもらったってのは僕は初めて聞きましたけどね。だからその自分でね、その自分のブランドを抑える前っていうのは自分で釣り行く場所選ぶ、うん、自分で釣り行く場所、地球儀見て海図広げて、うん、そのでっかい魚釣りに行くためにな、はいはいはい、バッグを選んで開拓していっとったわけですよな、はいはいはい、開拓していっとったけど、このこういうこのブランドがやっぱり動き出すっていうかな、売れ出してからっていうのは、うん、そういうディーラーが勝手に呼んでくるわけですよ、はいはいはい、ディーラーここへ来てくれたらね、はいはいはい、だから例えばドイツのそのディーラーがそのインドネシアツアーフローレンスな、インドネシアのフローレンスのツアー組みますとかな、うんうん、どこどこの島のツアー組みます、パプアニューギニアのツアー組みますって言ったら、松田に何月何日来てくださいみたいな、なるほど、ね、でどこどこの空港で合流して一緒に行きましょうみたいな、はいはいはい、なるほどね、でそこでまたそのドイツのマガジンの取材とか、はいはい、そういうディーラーの客とか、はいはい、それと一緒に釣りしてみんな大喜びみたいな、はいはいはい、でまたフレンドねみたいなって、はいはい、で例えばさっきも言ったようにフランスやったらフランスの客が呼んでくよ、一番よう呼ばれるのはマダガスカルとかな、うん、うん、あとセイシェルとかな、うん、あとどこやったっけ、モーリシャスとかね、うん、うん、であとイタリアの連中が俺を呼ぶときはイエメンとか、イエメンとか、なるほど、タンザニアとかな、うん、うん、ケニアとかな、うんうん、であとマレーシア、マレーシアの連中が俺を呼ぶときはあのオーストラリアのクリスマス島とかな、うん、ここ来てくださいみたいな、うん、シンガポールで合流してから一緒に行きましょうみたいなやつ、うん、そんなんですよ。なるほどね、うん、はいはい、だからあんまり行くとこを自分で探さなかったな、もうその時から。地球儀見て、ここどうやろとか。いやもう向こうが勝手に呼んでくるから。そうそう、連中の場合ね、やっぱりね、見つけてくるの早いんですよ、行きかかったとこやから、全部。あ、フランスの連中って、フランスのも植民地みたいなとこばっかりあるからな、タヒチとか、はいはいはい、マルケサスもそうやしな。はいはい、アリザの連中の方がそういうのは見つけてくるの早い、ちっちゃい名もないような島いっぱい見つけてくるんで、ね、船を用意するのも連中の方がうまいですよ、やっぱり。あ、うん、だからやらしてるんですよ。あ、で行ってもうちょっとここのこの奥行くかみたいな、はいはいはい、だからインドネシアとパプアニューギニア間の東ティモールみたいなとこあるんですよ、はいはい、超治安超危ないとこあるんですよ。これちょっと船ないとどうするって言ったら、ああオッケーオッケー、大統領に一回聞いてあげるわみたいな。そっちか、そっちが、なるほどね。護衛艦つけていくから大丈夫みたいな。護衛艦連れて行ってるからな。気持ちが、やめだ、受けちゃった。護衛艦をつけていく、うん、あと、うん、それを釣りをしに行くためにだけに護衛艦を軍隊連れて釣り行くわけよ。遊びで釣り行く、遊びで軍隊を連れていく、そうそうそう、おもろいね。だから東ティモールに結構入れない島いっぱいあるんですよ、はい、うん、ちょっと危ないとこ結構多いんでね、やっぱゲリラが俺らのとこまだあるからな、はい、だからちょっと大きな母船、ダイビングの母船、ダイビング船のな、母船みたいなやつはチャーターすんねんけど、でそこから小舟下ろして釣りすんねんけど、はい、でそのマザーシップっていうんだな、釣りしたらやっぱ狙われる可能性高いから、はいはい、4隻ぐらい護衛艦住んで、ちっちゃいボートを下ろして俺が釣りしてる間はその護衛艦からこう狙ってくれてるよ、ちゃんと変なもんが出てけへんか、そこまでなんだ、銃こうやって向けてくれてるよちゃんと、で俺を撃つなよ間違えてとか。そういうのもあるよ。だからみんなが思ってるのとだいぶ違う、大掛かりやからな。ああちょっと俺初めて聞きましたね。でもそれもじゃあそのな、軍隊に金払ったらなあかんのかったらちゃうから、勝手に大統領がやってるだけの話やからな。
守るという松谷君でやったらつけとけ守るよみたいな、まあ、やっとけみたいな、そういうやり釣れたら教えろよ俺も行くからみたいな、 そっちかよいや、やっぱりおもろいね。前回で言ったけど、日本を、じゃあ物足りなくなるんですよ。こんなことばっかりやってるから。そうですよね。何もかもがすごいでしょ？面白いんですよ。いや、面白いというか、異次元超えてるよね。でしょ？うん。あと、フィリピンも、これはだいぶ前やけどな。もうかなり前やけど、フィリピンのミンダナオ、かなり南の方を降りていってね、ボルネオの近くまで降りていくとゲリラがまだおったからな、今はもうおらんと思うけど、うん、あそこでナパーム弾撃たれたからなあれもあれはびっくりしたなパームだね、あれは死んだと思ったもん。あ、よく生きてましたね本当にねやっぱり神に守られてますみたいなちゃんとね、こう潮振ってちゃんとやってますからね毎回ね。まあ、その時は巻いてなかったかもからな、おさやべえじゃん。毎回海に入るときにちゃんとね、だからそんな感じの調子ですよ。だから結構デンジャラスゾーンな、多いよ、やっぱな。うん、うん、やっぱり。うん、だからそうすると、写真とか見せていきますけど、なんかいろいろと、まっちゃんがこの間写真を見せろということだったんで、早速見せていきますが、なんかあれやな。現地人みたいな。これ抹茶っすよね、一応。そう。一応抹茶っすよね。こんな感じで。この国旗、ウダナ国旗なんでしたっけ？インドネシア。あ、インドネシア。いや、だからそれ、旗で点灯走られへんから。ああ、そういうことね。そういうことがあったんですね。どっか、これなんだろうな。ああ、これは、こういう。これ全員、こいつらはロシア人やな、これ。ロシア人。全員なんですね。はい、これ、どこ行ったとこかな。これな。これマフィア島、うん、タンザニアのマフィア島ってあるんですよ。そこ行った時ちゃうかな、これ全員金持ちってことですよね、要はね、うん、あ、こいつだ、こいつ、そう、これ、この人、あの丸、太った人、この人な、なぜかな、ロシア人やねんけど、パスポート韓国なんやこいつうまいね。で、こいつな、韓国のパスポートやねんけどな、韓国語喋られへんだよ、こいつでな、こいつな、タイとな、はい、タイ、ベトナム、ラオス、あの辺にホテルをな、なんか200個ぐらいホテル持ってこいつ。やばいやん。こいつ。悪いやつじゃん、本当に。ホテル王やな。ホテル王ですね。いや、見栄えわかんないですよね。これマフィアだよな。こいつ、この人はドイツ人やな。ドイツ人。ああ、うん。ドイツ人。これ銀行家。銀行家なのね。うん、これはええわ、これ韓国人やみんな。これはええわ。これはええ、いらない。はい、これはまあいろいろミックス。ミックス。うん、これまっちゃんいる？まっちゃんそこにおるやん、今指してるとこ。ああ、いた、ほんとだ。ああ、ほんといる。若いねみたいな。若い、これいくつぐらいですか、この時って。いや、これでも40手前ぐらいじゃろうかな、これ。ああ、でもそれで40なんだ。40歳ぐらいな、40超えてんちゃうかな、これ多分。でもこれは何、うん、これは海賊パイレーツになってる。海賊ツアー。海賊ツアーなの。ああ、やっぱ海っていうね、やっぱりこういう。え、これ日本人。あ、違うか、ロシア。そいつはどれ？この隣にこの日本人っぽい顔つきですよ。それでも行こうか。そいつな、そいつどこのやつやったかな。そいつマレーシアかどっかのやつやったんちゃうか。マレーシアか。アジアと、まあでもいいっすよね。国とか関係なく。なんかよくわかるミックスみたいな。ミックスすごいいいだな。これなんだ？あ、これ奥さんやな。あー、奥さんのだ。ほら今。うん、これはね、マルケサス。マルケサス。あ、横行く、うん。ゴーギャンのとこやな、うん。おもろい。奥様ですよね。で、そのおじいちゃん。このおじいちゃん。このおじいちゃん、ニュージーランドのね、ちょっと偉い人なんや、この人。ああ、そうなんだ。で、うん。で、このおじいちゃんな、釣り好きやねんけど、自分はもう年で釣りできへんのよな、しんどいから。はいはい、はい。いつも俺を呼ぶのよ、なんか知らんけど。で、マルケサスってフレンチポリネシアよね、タヒチの奥にな。で、ニュージーランドから俺を呼んでここへ連れてくるみたいな。なんか訳もやれやれという、お前は連れて。そう、お前やれと。俺は見てるからみたいな。そういうおじいちゃんです。あ、おじいそれはだんだん何もない。面白いな。
これはこれはね、キルワ。キルワっていうとこかな。うん、キルワ。アフリカ、西海岸。まあ、タンザニアやな。キルワやな。キルワっていうちっちゃい島やね。いいですね。で、そいつは、はい、上におんのが、スペイン人。左2人がスペイン人かな。うん。うん、で、そいつがマレーシア。はい、ここにはバイヤーいるんですか、バイヤーっていうか。何がさっき言ってたディーラーいるんですか。あ、この時はディーラーはいないね。うん、お客、うん、ただの釣り人同士で一緒に行くみたいな。ああ、遊びに行く。で、その赤い T シャツ着てるヒゲチョボのマレーシアのやつなんだけど、はい、こいつな、はい。こいつはな、海運ですわ、海運。海運やってるんです、海運。海運、うん、なんか小汚い小じきみたいな顔してるけど、海運の大きい会社の社長よ、そいつ。小汚い格好してるけどな、そいつ。やばい、人って見た目によらずですね。そうそう。はい。それ、切る。これはクリスマス島ですね。そのまだほら、海運のやつ横に置いてる。くっついてくんのよ、こいつ、いつも。なんかいいじゃないですか。必ず俺の横にくっついてくるんだ、こいつ。くっついてくるっていうのは、やっぱりいいじゃないですか。ファンだってことですね。俺の行くとこ行くとこくっついてくるやつ。情報を得たら、俺も行くみたいな。俺も行く。ああ、すごいいい、ね。クリスマス島ですね。オーストラリアクリスマスやな。うん。いいですね。これはこれはね、このボートのキャプテンですよ。ああ、うん。この人、オーストリア人ですわ。オーストリア、オーストリアからここに移住してるんですよ、フローレンス。うん、で、この船のキャプテンってオーナーやな。うん、ああ、オーナーさんか。そうですね。もう、手に裸の人がみんないるって面白い。みんな全員だ。そっちの方が受けちゃうわ。全員裸。あ、いいですね、まあこれ目の前のでもみんな肌綺麗なんですけどね、よく見てる。それは知らんけど、ちゃんとメンテナンスしてる人多いなと思いますけど ね、 ね、これは韓国ですね。それはもろ中国やろ。だって白中国、うん、タイレンやな。タイレンもね、北朝鮮の方寄っていくとヒラマサみたいなのがな釣れるっていうことで言っとってんけど、まあこれ真ん中のがロシア人でしょ。こいつも俺に超くっついてくるんですよ。オレンジ色の人おるでしょ。ハゲの。これロシアの人なの。真ん中の人で。これもくっつき虫でいつもくっついてくるんだな。で、これが、ま、その下が俺と。はいはい、はい。あとはみんな中国人。はいはいはい、あの、なんていうかな、そのディーラーが集めた。あのこれ結構若いよね、多分。いやいや一緒よ、43、4ぐらいなってんじゃん。こっちの方がなんかいかついどっからおっちゃんかと思うけど。ああ、これもう中国はもう全部こんなやつらばっかりですよ。あ、本当ですか。うん、あ、でもいいね、やっぱり皆さんなんか、まあこれ釣れんかったあんまり。あ、もう二度といかんわと思って。あ、そうだ、釣れなかったんですね。はーい。はい、いや、もう面白いですけど。はい、あ、これは奥様だった。これは奥さんでしょ。なんでこんな送ってきたんで。本当混じったんだよな、こんな。混じってないって。これ昔奥ちゃん。なんでこんなもんがあるのかみたいな一瞬思ったけど。あら、昔結構おかしいよねこれね。いつぐらいかわかんないですけど、何歳かわかんないですけど。これはあ、これも奥さんだね。で、これは悪いマフィアですね。悪いです。これもそう、この間見ました、ね。これは？何、カニ？いや、エビ？あのあれか。何て言うんだよ、ロブスターか。ロブスターを食べてますみたいな。あ、何それだけ。こいつらカザフスタンやな。ああ、うん。よくわかりますね。覚えてるんですね、全体。カザフスタン人ですよ。はい。まあ、こんな感じでしたね。もう終わりで以上ですね。やっぱりでっかい魚を釣るコツって何なんですかってところになりますよ、やっぱり。よくそのまっちゃんが持ってるその絶対そのでかい魚を釣る時の何だろう、条件というか、その前も話したかもしれませんけど、意識すること、例えば海の状況を察知する能力とか、餌の気持ち、環境を考えるとか、いろいろと言ってたんじゃないですか。まあそれをね、3つに絞って、超初心者の人に対してその釣りを
これからやろうとしてる人たちがでっかい獲物を取ってくるのか。簡単に言うと、名前ルアーなんで、ルアーで釣るんでね、雑魚っていうかな、ちっちゃいやつが食ってる時には大きいやつ食わないよ。ほんでやっぱ大きいやつから先食うんでね、やっぱり一発だからな。でかいやつがおる匂いのとこではな、ちょっとこれ専門的な話になるけどな、一発勝負なんですよ。だから一投目っていうかな、一発目で食い損ねとかな、取り逃したりしたらもう二度とですよ。でかい命ってそれだけ大きいんですよ、賢いんですよ。一回だけの勝負なんですよ。そこをそのルアー入れるところとか投げるところとか、1回のキャストミスとか1回のなんかのミスでもう二度と食わないですよ、でかいやつ。それぐらい賢いんですよ。だから一発勝負なんですよ。だからこれ分かってる人多いと思う。ハンティングも一緒よ、鹿打ったり。要はごめんなさいね、僕が分かりやすい自分の中の頭の中のイメージを言語化していくと、まずでっかいこの魚がこうふーって動いてて、ちっちゃな魚がこう動いてて、それで口開けてバクって食ってる瞬間にそこにルアーを。違う、そういう話じゃなくて、同じ魚種ですよ。俺らが狙ってる魚種あるからさ、一つの魚種の魚、はい、はいはいはい、その中でも個体差あるわけですよ。20キロのやつも俺は30キロ、40キロ特大比60というのがおるわけですよ。はいはい。でもその10キロや20キロのやつが同じ魚種でルアーに食ってくる時ってのはでかいと来ないですよ、やっぱり。下で見てますわ、でっかいやつは。ここ一発っていう時だけしか出てこないですから、でかいやつ。要は出てこないっていうのは、ご飯を食べに来ないってことだ。賢いんですよ。頭がいいんだ。頭がいいっていうよりも、それだけ生きてきてるんだから生き延びてるわけですよ。その時に、まっちゃんがそのキャスティングつって、キャスティング、ルアーを海に投げるじゃないですか。で、こうパクって食べられるっていうのは入れてどれぐらいになるんですか？それもわかんないから、要はずっと、例えばなんだろう、僕すごい初心者なんでわかんないんですけど、ついこうやってずーっと待ってる状態で、こう待ちながら、あ、来たーみたいなやるのか、それともルアーを入れて早い段階からもうパクって食われるの、どっちなんですか？ルアー入れるでしょう。入れる、うん。入れるっていうのは投げるでしょ。投げますね、海にね。鉛を落とすっていうのもあんねんけどな。まあ。鉛を落とす釣り方、ジグっていうのもあんねんけど、上の場合投げるってやつもあるわな、あるわな。そうね、これね。で、投げる前にここで食わすっていうのは頭でも描いてるわけですよ、想定を。あ、もうあっちゃんの流れね。なるほどね。だから、ここにおるっていうのが頭の中あるわけですよ。なるほど。漁港がなくてレーダーがなかっても、ここ潮のよれとかな、ベイトの動きとか海の動きでな、ここにおるから、ここのちょっと向こうに入れてここで食わすとか、ここの手前に入れて引っ張り出すとか。ああ、なるほど。もうただ単に投げて引っ張って打ってるだけじゃないんですよ。もう頭の中でそう、もうあれ計算されてやってるってことなんだね。そう、なるほど。ここで投げて、ここから 20m 引っ張ってきて、ここでこういうアクションして、ちょっとルアーをアブ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 させとったら、ここでドーンと出てくるっていうのが、もう頭の中シミュレーションあるんですよ。なるほど。ああ、すごく理解できました。本能の世界ですわ、だから。あ、おもろいっすね、それ。狩猟の世界ですからね。あ、それはなんかちゃんと。だから松田にすごいって言って、みんな取材来るわけですよ。いや、もうそれはまあ好きが、そこで趣味の方からもうそれをもう失礼知らん人に分かりやすいから、なんで海の上おんのに海の中分かってんのみたいな。いや、分かる言ってる、分かる言ってる。だからすごい分かる。でも映像でもそうですから、結局映像が要は海面のな、水面の色、水のちょっとした変わり目の色と、ちょっとした波の動き見たら海底が分かるみたいな話です。はいはい、やっぱこれ一番おもろい話じゃないですか。そうだね。そこを読んでやってるわけですよ、全部。それを体系化してないもんね。ただ単に四方八方にルアー投げて引っ張ってるだけで、ちっちゃいやつばっか釣ってまうわけですよ。はいはいはい。運命じゃないもん。はい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 、はい。だからここっていうのがあるんですよ、ここにおるっていうのが。いいっすね、まっちゃんのそのやっぱり熱量が、その話になると、もう変わりますね。なるほどね。だから、まあ、やったことない人には全くわからん話になるけど、やってる人からすると何この人ってなるわ。でもそれでも本当に職人だったりクリエイターだったり全員それは共通してますよ、やっぱり。だから同じちっちゃいボートに、例えば3人乗るとするやんか、ドイツに乗ってるやんか、同じ船に乗って一緒に投げてるとするじゃないですか。でも片っ端で釣れないわけですよ。
はいはいはい、俺ばっかりいつも釣るわけ、どこ行ったって、うん、それはだって海から探そうよね。だからどだから、ね、その人たちは同じ釣りの同じルアーを使って同じやり方を真似してやるんやけど、それでも釣れませんと。いやおもろい話っすわ。これどうなってんのっていう話なんですよ。いやどうなってんのじゃなくて、だってそれは別にルアーでもないし、そのまあもちろんルアーの性能にもあるけど、道具あるけど、それ以上一緒だよ。そこも見えてないってことですよ。そうだって どこにおるかが分かってない。そうだってさ、道具を頑張ってさ、いいものにしたとしてもさ、その環境が分かってなければさ、ただのさ、使い宝の持ちくだれですもん。でもそれが一番難しいんですよ。漁師でもわけ分かってへんから。なこれ漁師でも分かってないんだ。分かってへんわそんなもん。でも感覚でやってるんだ。いや魚探もあってソナーもあっていろいろ駆使して、でも漁師っていうのは違う海いかんからね、あっちゃこっちゃの海ってやってるわけじゃ、自分の庭でやってるからな、毎日、うん、毎日行くとこ同じやから大体は把握できるやけど、でも毎日を行く同じとこ行ってもそんな大きいもんおらんのよ、似たような魚しかおらんから大体庭でやってんねんから。違う、そうでしょ。俺の場合はいろんなとこ行くから新しいとこ行くわけじゃん、知らんところへ。うん、はい、まあでもその分魚多いっていうのはあれ人がいかんからな。まあ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 、いやでも面白い話ですよ。いやいいっすね、こういう時のまっちゃんが一番輝いてますね。だから釣りと一緒で俺の人生直感みたいな。いつも直感ですよみたいな。でもその釣りでの研ぎ澄まされてる、計算してもあんまり意味ないです。でもその研ぎ澄まされた感覚というのはリアルの、まあ、不動産のこの間の話じゃなかったですけど、一緒ですよ、うん、ああいうビジネスにつながってるのはその通りだなっていう、要は感じました本当に。そこは一緒なんですよ。だから不動産の場合も俺買うの早いっていうのもそうやしな、うん、ああだからね、あの物見いんからな俺。物見んと1時間2時間即決やからな。でもその分ちゃんとバックドアの情報というのは自分で全部学習して、いやだからそれも言ったように信用力ですわ。売りも買いもね、物持ってくる方も、うん、で買う方も両お互い信用でしょ、うんうん、信用なかったらそんな即決できへんじゃないですか、うん、見に行ってあちゃこちゃああだこうだやらなきゃな、うん、でもそんなことやっとったら買えないんですよ。やっぱり相手をよく見てるってことだね、うん、だから一時が万事そんな感じですよ、直感ですわ全部も。わかりました。いやーでも面白いっすわやっぱ。今日は釣りスペシャルバージョン2。あーもう釣りやっぱり釣りの時のまっちゃんが一番輝いてますよ。じゃあ今度は年明けボリューム3いくか。いく。今度はあの本当に釣りをこうね、こう釣りをやってる姿をちょっと見せて、動画で見せたりとか写真で見せたりして、ここはこういうのがいいんだよっていうのを、まあ、再生数が少なくてもね、ちょっと語っていただいて、まあ、多い少ない関係ないし、見る人はいつも見てる人見るけど、そう逆にそれが今ね、僕釣りのナンバーワン見た人が本物のファンだと思ってるんで。一回だからあんちゃん言うと俺のとか見たいね、何やってるかを。笑見てへんやろ全然。うんうん、はい、今度次あの次の年明けお正月スペシャルまでにちゃんと見といて、ね、見て、あの何本くらい見といた方がいいですか。全部はい、うん、分かりました。はい、はい、みんな見てから聞いて、分かりました。はい、なんか訳の分からん話になるから見てから聞いてくれると。もしあれやったらこれ今日見てる人もね、あのそうですね、釣り何だっけ、釣りっていうとこあんねんな、じゃな、釣りっていうカテゴリーやってるんで、ね、釣りっていうとこ選んで、はい、釣りの動画ばっかバーッ出てくるから、はい、見ときます、一回見てみたいなな、はい、まあ、どんなことやってんのってまだ見てない人は一回その釣りっていうカテゴリーやったっけ、あいちゃん。そうですそこ開いたら釣りの動画で、あの釣りっていうカテゴリーを全部言葉に僕あのちゃんと釣り動画っていう形でカテゴリー分散してるんで、分かりました。はい、ね、そこを見といてもらって、はい、やりましょう。承知しました。はい、じゃあ今日はこんな感じで。はい、ありがとうございました。またね、はい、さよなら、良い年末を。はい、はい、さよなら。いい。